鈴木、川田がボールを収めます。川田、山崎入った、中野、中野今日2ゴール目、大宮リードを広げます。3対0、まあ、素晴らしかったですね、はい。まあ、山崎選手のドリブルも素晴らしかったですし、まずこの決め切るということですよね、はい、中野選手。まあ、ここでまず川津選手をしっかりと後ろのディフェンスもいながらキープしましたから、そして山崎選手、ここまたですかね、はい、でしっかりとここの山崎選手のパスを中野選手がちょっと右の外側に止めて、で本当に止めてすぐシュートを打つんですよね、そしてしかも逆サイドで、このサイドネット、ここ一番キーパー取りにくいですから、はい、まあ、止めて